着いたぞ。やけに静かだな。みんな避難しちまったのか。あなたたちはブリスコさん。よかった、無事だったんですね。おお、カーリーじゃないか。君こそ無事だったのか。みんなは？まだ何人かは取材に出ているはずですけど、私は逃げるように言われて、でも局に忘れ物をしてしまって取りに来たところだったんです。そうか。あの、ちょっと待っててもらえますか？あ、まあいいけど。はい、皆様こんにちは。それではミシガンの3パート目やっていきたいと思います。不慮の事故によってですね、残念ながらアンダーソンさんはお亡くなりになってしまいまして、今回から新しいリポーターであるレポーターね、カーリーちゃんがですね参加してくれることになりました。楽しみですね。可愛いですね。ウキウキですね。ということで、彼女が、準備してる間に我々は時間を潰します。お前変な顔して映ってんな。あいつもだほら見ろよ、パメラも映ってる。綺麗な顔してんなパメラ。笑ってやがる。知ってるか、パメラ笑ってる時が一番素敵な表情になんだパメラアベラ、クソ。はい、OK です。お前のことを忘れないよ、パメラ。いつまでもパメラを引っ張ってますね。お待たせしました。何してたのかな？お花を摘みに行ってたのかな？そうですか。パメラさんもアンさんも仕事に厳しい人でしたからね。可愛いね、この人。カリーちゃん、ちょっと残念なのがちょっとね、スカートじゃないのが残念だけど、でも好きです、こういう格好。誰もいないな。サッカー TV、 どこに行っちまったんだ。誰かいませんか？誰か死んでる人いませんか？誰かで、ここを振り返ると、あ、死んでる人いた。シュールなシュールな消え方する。死んでましたね。で、なんか楽しいもんないかな。奥には誰かいるかしら。入ってみましょう。ここにも人の気配はない。やっぱね、これ会議室ですよね。会議室といえば、会議室といえばやっぱエロ本だよね。そう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 、あるある、これこれ。お前こういうの好きなのか。好きです。特に何もないか。おい、電話が鳴ってるぜ。電話鳴ってるよ。走る走る。はいはい、今出ますよと。ピ。はい、ザカ TV です。もしもし。はいはい、大丈夫、落ち着いてゆっくり話してください。私ですか？私はカーリーライスです。本当に会話してる？イブニングニュースの。早くね。ええ、ありがとうございます。ええええ、確かに避難勧告が出ています。本当に会話してるそれ。ベッドから動けないんですね。場所は分かりました、すぐそちらに伺います。いいアングルですね、これ。誰？おっと、養護施設のご老人の方で、どうやらそこに取り残されてしまったようです。助けに行くのか？当然だと思いますけど。え、
俺はもうさっきみたいに危険な目に遭うのはごめんだぜ。ご老人が一人で取り残されてるんですよ。警察やレスキューに任せておけばいいさ。俺たちの仕事じゃない。警察やレスキューはもう機能してないじゃないですか。だからこの人はここに電話してきたんでしょ。それに知らないままならともかく、助けを求めているご老人がいるって知ってしまったら放っておけません。なんと優しい。スープを取りたいだけだろう。そういう言い方好きじゃないです。あ、図星だ。くそ、行くしかないのか。偽善者ぶりやがって。お前も名をあげたいんだろ。ああ、やっぱり行く気になったんですね、ブリスコさん。やばい目にあっても知らねえぞ。まあ、というわけで意外とね、割となんて野心がありそうな感じのカーリーちゃん、可愛いですけどもの偽善者っぷりをね発揮しまして、その老人を助けに行くことになりました。皆さんこんばんは、カーリーレイスです。私たち取材クルーは先ほどご老人が養護施設に一人取り残されているとの通報を受け、このブロディ養護院までやってきました。今から施設内でご老人の捜索を開始しようと思います。誰か来たのね。助けて、お願いこっちよ。だいぶ可愛い声のご老人ですね。あっち、ね、可愛い声ですね。それにブリスコも助けに来てくれたのね。これがジャスティン。ジャスティン、一体何があったの。なんであなたがこんな目に。わからない、わからないの。支局でいきなり後ろから誰かに襲われて気を失って、気がついたらこんなところに。ねえ、早く助けてよ。これがジャスティンのジャスティンか。高速の仕方見たことがない。こんなことをするのは相当なサディストだな。待っていて、すぐに助けてあげる。うん。でもこんな高速具どうすりゃ外れるんだ。それはとにかく辺りを調べてみましょう。何か外す方法があるはずです。これはスケベだな。ね。さて、そしたら探しましょうか。何かないかな。何かないかな。これは何かのメモだ。ダメだ、あいつに銃なんか効かないんだって。なんすかそれ。なんかビリヤードの弾が。ナインボールをするには弾が足りないみたいだな。確かに変ですね。最近このネタやったばっかりの気がする。それ系のネタやったばっかりの気がするんだけど、んー、どこだったかな、覚えてないや。ボールを集める。うっ、割とフラワーゲームではあるあるなんでしょうね。弾が足りないか。ナンバーナインの弾だ。あと3個ですね。そこに2個あるけど、自分のも足せば1個オーバーしちゃうかな。じゃあ3個。お前らニュータイプか。もう何も頻度がないのに勝手に走り出した。
まだ1階の散策終わってないのに勝手に2階に行くカーリーちゃん。台本があるのかな。だってもういきなりもう目の前にボールあるじゃん。あ、ボールが3個だなこれ多分な、全部で。こんなところにも揃ったじゃん。ここでも化け物が暴れたのか。ひどい。ボールを加えてます。よく見ろ、弾があるぞ。ナンバーセブンの弾だ。あと2個ですね。ま、全く動じないのね。さすがキャスター、レポーターか。じゃあ出て、で次はどこ行けばいいのって、もう勝手に行きますね。もう勝手に行っちゃうんで、もうちょっとあんまり台本通りに動かないでくれる。もうちょっとさ、自然な演技してくれるかな。もう思うがままに。じゃあここ、ここはお風呂かな。お風呂かな。結構殺風景ですね。トイレなんだけど紙がないですね。これ、これは結構積みますね。紙がないトイレです。そうか、向こうの人は紙を使わないのか。バスタブか。気味の悪い色だな。何か沈んでるんじゃないのか。線を抜いてみましょうか。ドゥブ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 。あ、弾だ。お、弾じゃないか。ナンバーワンの弾だな。お前がナンバーワンだ。あと1個ですね。すげえサクサクですね。探索することもなく、どんどん案が、案じゃねえや、カーリーが先に行ってくれちゃうので。ただ不自然にここで立ち止まって、この壁が黒い。おい、ここの壁だけ妙に綺麗じゃないか。そうだね。そうですか。綺麗というか、よくわからないけれど、黒いけどね。どう見ても怪しいな。この奥に何かありそうだ。何か壁を壊す道具があればいいんだが。うん、なんかフラグ立ちましたね。他の場所を探してみましょう。あ、流された。もしかしたら壁を壊す道具があるかもしれないし。ちょっとその辺は拾ってくれるのね。カーリーちゃんいい子だな。この子を生かしてあげたいな。ね、この子と一緒に最後まで行きたいな。いろんな意味で。まあ裏切らなければですけどね。そしたら、おい、あのシャンデリア妙に揺れてないか。え、まさか。まさか。もし落ちたらジャスティンに直撃だ。フラグがビンビン立ってますね。急ぎましょう。ビンビンフラグが立ちました。フラグビンビン。どうしようかな。ここから入るか。あ、ここ入んなくていいや。ここじゃないな。こっちか。こっちから行こう。ピッと。ちょっとポイントを稼いでいきましょうか。急がなきゃいけないんですけどね。椅子が倒れている。これはスクープだ。椅子が倒れてるだけでスクープ。なんでやねん。本が置いてある。これもスクープだ。あれ、これもしかして、え、嘘、まさか枕が浮いている。まあ、これはスクープですけど、しょうもないなこれ。しょうもない都市伝説。恐怖浮く枕。なんだろう、浮く枕って言いにくい。枕浮く、なんか映画みたいですね。で、ここ入ります。入って置き時計壊れてる。置き時計
何がスクープだかよく分からんですね。意味なし。この電気スタンドつくのかな。本当に意味なしだから。なんだか変な音が聞こえませんか。え、クローゼットの奥から聞こえたぜ。クローゼットの奥から聞こえた。カリ、開けてみてくれ。この中から音が聞こえたぜ。ブリスコさん、奥にも部屋が。なんか何の目的でこんなところに部屋が。赤いね。もう赤いの出ちゃってるけど。あれ。いや、気のせいか。違う違う違う、本当はあの幽霊調べると部屋中が真っ赤な手でバーンってなって怖いシーンなんだけど、先に赤いの出ちゃってた。幽霊調べたらバーンってこのね赤い手形がこう部屋中になってうわーっていうシーンなんで、本当はね、ちょっとだから今ギミック的にちょっと順番間違えちゃっただけだ。頼むよ演出シャン、演出シャン。ナンバーフォーの弾だ。これで全部ですね。うん、そうですね。じゃあこれで急いで、あの浮く枕とかよくわかんないことしてないで、ね、ジャスティンを助けてあげましょう。早いよ。ジャスティン、生きてる？で、一応ヒントを見るのであればここだな。まあ適当でいっか。手に入れた弾。ここはここに弾は入れません。弾はこちらです。そっちに入れるのは弾ではありません。こっちに弾を入れます。弾をはめてみてくれ。そう、はめるのは弾ではない。弾はめ。一物。あ、なんだっけ、忘れちゃった。これだっけ。まあいいや。キリ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 。キリ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 。外れた、外れましたよ。やった。よし、待ってろ。今助けてやるからな。いやもうすごい揺れ方、普通じゃない。一発だ。大丈夫だ、自分で立てる。危ないところだったわ、どうもありがとう。これはお礼よ。だよ、助けたの俺だろ。私が助けるなんて意外だと思ったでしょ。まあチッスがしてほしかったからね。チッス、熱いチッスが欲しかったのでちょっと助けてみました。今はね。とにかく無事でよかったジャスティン。でもなんだよ。私たちに助けを求めて電話をしたはずのご老人、見当たりませんでしたね。多分誰もいないわ。大きな声を出してもあなたたち以外は誰も助けに来なかったもの。ご老人が一人ここにいるはずなんだけど、その人の電話で私たちはここに来たのよ。ご老人？知らないわ。私ここがどこかもわからないもの。そう。あの電話、俺たちクルーをここにおびき寄せるための罠だったんじゃないのか？何のために？そんなことして何の意味があるんです？それは俺に聞くな。ともかくここから脱出しないと。それは大賛成だ。ジャスティン、安全を確認するまで
あなたはここにいて。いい？分かったわ。ブリスコさん、脱出路を探しに行きましょう。さあ、というわけで脱出します。なんとね、こんなところに、ね、こんな近くに鍵があるんですよ。しかもハート。何か落ちているぞ。鍵だ。どこかのドアの鍵ね。どこかと言いながら一直線に走る。こらもうちょっと演技しなさいよ。開いたわ。そして嫌な音。どう考えても中入りたくないよねこれね。あれだってどう見ても人じゃないもん。でも入ります。しまった、化け物が嫌がったか。しまったって。上上げもんです。で、撃ってもね、倒せないんですよ。なので今キャナイオだ。なので、奥のねガソリン缶を撃ってもらう。これかな。うしゃー、倒れた。カーリー倒れてる。カーリー頑張って。そしたら今度撃ってもらいます。撃て。一撃です。やった。化け物が丸焼きだ。今まで最もぬるい敵でしたね。やられもしない、動けもしない。で、これやこれ。お、ツルハシあんじゃん。ここにツルハシ置いてんじゃん。ツルハシがあるじゃねえか。何か役に立ちそうだな。これなら壁でも壊せそうですね。嬉しそうですね。で、ツルハシでさっきの壁を、ここの壁が壊します。どうも気になって仕方がないんだ。なんとなく妙な感じだろう。私には分かりませんけど、そんなに気になるのなら壁を壊してみましょうか。確かツルハシがありましたよね。確かってそのために来たの。ここ俺がやんのか。カメラマン力仕事ってか、まあ力ありそうですからね。ちょっとエロさが今回足んないな。こんなところにも部屋が。ね、もうちょっとエロさ欲しいな。ほら見ろ、俺の勘は鋭いだろ。まあ行きましょう。そうするとここに VHS ですね。おい、何か落ちてる。ビデオテープです。ビデオテープだ、拾っとこう。今の子知らないんじゃないかこれ。で、ビデオテープをゲットしたら外に出ますと。シャッターだ、ここから出られるぜ。ジャスティン、こっち。今行くわ。さあ行こう。どこへ向かう？支局の人たち大丈夫なんでしょうか？支局にはもう誰もいないはずよ。局長命令でスタッフ全員帰宅したのよ。私は最後まで残ってみんなを見送ったの。今頃みんな家族と一緒にシカゴを脱出しているはずよ。俺たちも脱出しよう。私、家族が心配だわ。私を探してまだシカゴに残っているかもしれないし。じゃあまずジャスティンを家まで送ろう。途中まででいいわ。大丈夫？平気よ。それとブリスコさん、取材に出たまま支局に戻っていないクルーに関してはまだシカゴ市内に留まってる可能性があるんじゃないでしょうか。マジかよ、勘弁してくれよ。クリスチャンのチームがミラー家の邸宅に化け物が出現したっていう情報で取材に出てたはずだわ。ミラー邸。ブリスコさん、そっちにも行ってみましょう。ったく、生きてシカゴから出られたら万々歳だよ。はい、というわけでですね、
次はミラー邸へと向かうことになりました。というわけで、レポーターであるカーリー生存、そしてジャスティンが生存しました。ところで今回はですね、非常に良い感じのリポートができたんではないかと思っております。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。